吉見武駅は福岡県久留米市に存在した日本の城。甲羅山から北西に伸びる尾根状の標高175メートルの地点に位置し、眼下に筑後川や佐賀平野などが望める。東西55メートル、南北22メートルの本丸が最高所にあり、南以外の三方に土塁が築かれ、北西と南東に出丸、北側斜面には犬走りが設けられた。 本丸の西の尾根に位置する二の丸は、東西45メートル、南北17メートルの大きさで、さらにその西側には、東西30メートル、南北20メートルの三の丸が配置されている。甲羅山から東条に続く尾根や吉見学から、北と西に伸びる尾根には大規模な掘り切りが設けられ、固い防御を誇った。また、東条の北西には、東高寺城、西には、 岩井城が市場として存在した。築城者、追記時期は定かではなく、天文元年に、甲羅山の地侍、八広式部が築城したという説や、天文三年に、大友義明が要害を設けて、永禄十二年に、大友義重が城を修築したという説がある。いずれにせよ、大友氏の出陣の際に活用されており、三家の甲羅山雑領館も在場していた。 天正15年4月11日には、九州征伐の途中で、豊臣秀吉が人職として、流蔵寺聖火を越見している。同年に、久留米城に入った、毛利秀法と、座す、林慶は争い、天正19年に、州法に誘殺されて、東城も敗された。ありがとうございます。